あんた回るわよ。もうキッカーで回るの私。怖い。どうしよう。私の練習方法もう忘れたの。このキッカーを使って飛びません。あ、これはいかない、いかない。このリップはいかない。またこの見た目のバイアスに。またね、逃げる。でも今回は逃げ方を変える。あ、なるほど。キッカーって正面にあるでしょ、うん、こう正面から。この正面に今まではまっすぐ行ってまっすぐ飛んでたんだけど、うん、ライン取りでターンっていうものを使って壁、あんたこう登ってたでしょ。うん、登ってた。その時あんたエッジどうなってた。え、かかってた。かかってたでしょ、うん、ということはかかった状態で飛ばないと。なるほど。回しにくい。なるほど。ターンしてあそこをこういう壁だと思って登っていく。オッケー、うん、だからヒールで斜めのラインを取って登っていく。あ、オッケー。で最終的にまっすぐ飛ぶんだけど、あのキッカーに対してまっすぐ行こうとすると大体ね、こうなっちゃう。いつもそれ。ピョーンとこうなっちゃう。いつもそれ。だからビビっていかない。あのキッカーが壁だと思って。あ、さっきまでのね。 その壁に行こう。頑張る私。とりあえずあのこの端っこの方逃げながら。アプローチだけだよね。アプローチだけ。滑ってる、飛んでったけど壁登ってる感じだったでしょ。壁登ってる感じだった。その壁登ってる感じを作って。なるほど。これがライン取りで重要なこと。一番大事、高戸アプローチ。高戸アプローチを私は装備した。じゃあ、あんた次はいよいよあのテーブルトップを使って。テーブルトップ、壁だ。もう私には飛びません。あ、飛ばないの。飛ばないよ。飛ばないの。もう行く気満々だった私今。同じように飛ばずに舐めるように回転してる。ああ、オッケー。グラトリよ、グラトリ。ああ、オッケー。それでグラトリ。ああ、オッケー。また端の方から登るように。これだけやっぱ飛ばないで飛ぶ練習するんだね。すごい大事。だって全然怖くないもん。じゃあね、また同じように行くわよ。今もう飛んでたよ。さっきと同じよ。転がされてる。あんたちょろいから転がされてる。今ので踏み切ればいい。やば。今だって飛ぼうと思ってなかったらね。飛んでた。転がされてる。簡単だけど、普通にグラトリの雰囲気だったけど、ゆっくり。あんたもう次飛べるから。あ、どんどん行く。じゃあもうあんた、あとはピョンするだけ。ピョンってするだけ。ふわっと同じようにふわっとゆっくり伸び上がるんだよ。ふわだよね。ふわっと全部ふわっといけるから。もうさっきあんたもうほんで回ってたんだよ。踏み切ればいいだけだ。全然意識してない。正直言って全然意識してない。飛ばされてんだよ。コントロールされてんだよ。行くわよ。
仕上げよ仕上げ。え、超ゆっくりいったよ。超ゆっくりいったのに。もうできたじゃない。完璧だったんじゃない？すごいゆっくり回れた。持っていこう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 。あ、じゃあもうあんたできるから、またあっち戻っていっぱい回る練習しましょう。あ、いっぱい回る練習しよう。ネクストレベル。え、もう次行くの？あんた、今日のラストレッスン。ラスト？もうラストなの？もうラストよ。あともう下校時刻よ。だいぶ西日だもんね。もう今日は一日頑張ったわよ。超楽しかった。もうね、目標のキッカーで B3。 いや、できちゃったもんね。できるようになったでしょ。俺B3 になってたみたいな。簡単でしょ。何もしてない、うん、難しくないから。何もしてない、ターンしただけって感じか。そう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 、ターンだから。トーサイドターンして振り向いたら前。そう本当だよ。みんなターンだけど、だからターンがうまくできればできちゃう、キッカーもスピンも。すごい。そう、ただその応用の仕方を知らなかった。知らない。だって飛ぶの怖かったもん。ターン中に羽を生やすっていう動きができなかった。あんた今もう羽生やせるから、簡単に飛べるから。飛んでる意識全然ねえんだけどな。だから飛んでる意識ない。全然ない。私もない。マジで全然ない。結果飛ぶって感じじゃない。ふわってなるから振り向いたら前みたいな。そう。ええ。あんたもう十分できるから。最後は？最後はブルブル回る。ブルブル回る。さっきB3したばっかり。あんたね、もう飛ぶためのすごい基礎ができてるの。あんた分かってないと思うけど。飛ぶためのすごい基礎。すごい基礎できてるの。もう上半身の速さを変えればぐるぐる回れる。これね。そう、先行動作。だんだん速く。だんだん速くをもうちょっと速くにすればいい。だんだん速くのちょっと速い番。そう。最後のここのピークだけあんたがいつもブルーンって回ってるでしょ。いきなりブルーンじゃなくて、最後のここにブルーン。OK。 超回っちゃいそうな気がする。で、気をつけることは着地できるかな。着地気にそんなのね。あ、気にしなくていい。回ればいい。あんたもう知ってるでしょここ、うん、ちょろっとして飛んでペローンなんだから。ここは安心ポイントだから。ここは安心なんだから。あんたがスピード出しすぎて飛ばなければいいだけの話。あ、なるほどね。抑えていけばいい、ね、そう、抑えていけばいい。で、一つだけ注意。こうやってブルーンってやったら、あんたいつもグラトルやってる時足もパーンってやっちゃうでしょ。やる。それダメよ。あ、蹴っちゃダメ、うん、あくまでキッカーはロングターンなの。ロングターンだからガッてやっちゃうとつるって抜けちゃうから。 OK。 上半身はブッと回すけど足はふわ。じゃあもうちょっとゆっくりのイメージだけは絶対守ってる。ゆっくり。私が飛んだのを見てから一人でやってみる。じゃあ私やるわ。ぐるぐる回れんの。やばー。
る。惜しい。セブン。630まで回った。あんたできるじゃない。だってびっくりしちゃったんだもん。聞いてないよ。630まで回ったよ。だってさ、蔵取りだってオープンだよ、回ってんだし。いつもの蔵取りの農林はオープンでセブンなの。で、B は全然できないの。B630 も回った。実は簡単なのよ。もう一回行こう。なんかもう立てる、多分立てそうな気がする。とりあえずじゃあもう回す。ここの壁はね、多分その一発目が多分一番回しやすいから。あ、回しやすい。その一発集中してちょっとリフト何本、すげえ。やってちょっとめくれるまで。すげえ。めくってもめくなくてもいいかな。挑戦して、でもどこまでいけるのかっていうのやりましょう。気持ちよかった。うん、あんたもう私下で見守ってるから。あんた着地したらもう終わりよ。できるかな。私下で見てるから。うわ頑張りなさい。でもさ、もうできる程度の話でさ、やべえやべえやべえ、超飛んでるよ。超飛んでんだけど、あの人。よし、でもすごくない？いける。あんたいけるわよ。さっきより回ったよね。回ってます。あんたもうあと着地。さっきより高いですもん。着地さっきより高かったよね。高かったです、高かったです。あんた今ちょっとね、回りたいってなってこうなっちゃった。ああ前に体が倒れちゃった。やべやべ、軸センサー働いた。ターンしちゃったの。ターンしないように、まっすぐ、そうそうそう。すごい。もう一発行こうよ。もう一発行こう。ふわだよ。ふわ。ファイブ。意識したー。でもすごい。ラインがね、斜めすぎて。ああ、だからだ。時間がなくなっちゃったの。今回転も良かったし。もうまだわかんない。もう高とか前にいないとわかんない。でもジャンプするのこんなに怖くなくて、こんなに高回転までチャレンジできたのが初めてだから。超嬉しい。今日だってあれだよ、飛ばないワンから始まった。舐めるから始まって、この人セブンやれって言い出したんだよ。最後やっぱりこれじゃん。やっぱり。でもね、ほんと怖くないよ、あのやり方だと。みんなもほんと順に動画を追って見てください。嬉しい。タカト、ごめん、メイクできなかった。大丈夫よ、あんたならすぐにできるわよ。次会う時までに仕上げとく。私楽しみにしてるわ。もうありがとう。